はい、今日の晩酌の動画です。今日の晩酌はアボカドのわさび醤油とこれですね、はい、バルベニーの、ハイボールやっていきたいと思います。はい、それじゃあやっていきましょう。じゃあまずね、キンキンにグラス冷やしております。どのくらいでしょうか。いや、毎日暑いですね。はい、ちょっとこれ見えないです。ちょっといっぱいになっちゃってるんで、ボトルは別のところに置きましょう。はい。で、氷をいっぱい入れすぎちゃって、氷に当てないようにするのが難しい。あ、ステアするのはそれだけど、まあ、いっか。はい。こんな感じでいきましょう。いやー。いやいや、美味しそうだねえ。はい、こんな感じで、よいしょ。はい、さあ、それじゃあいただきます。じゃあまず乾杯から。はい、乾杯。はい、くぅ、いや、バルベニーのね、このダブルウッドのハイボールはね、ほんとライトで美味しいです。初心者の方にほんとおすすめですね。うん、グレンフィディックの12年、これも私はこのバルベニーの方が美味しいかな。うん、あ、アボカドも美味しい。ちょっと高めのやつ買ってきたんですよ。わさび醤油でね。うん。で、ハイボールと。これはダメだ。これはダメだ、これは。いやー、なかなかいいですね。でも、子供の頃ってはさ、アボカドとか全然食べれなかったんですけど、今もう大好きですね。うん。なんか最初なんか出た時に普通に買ってきて、なんか皮むいて食べたんですけど、なんだこれっていう感じでしたけどね。サラダなんかに入ったり、なんかこうドレッシングが美味しかったりしてね、食べれるようになった気がしますね。いや、ほんとこれは美味しいですね。今ちょうど体をちょっとね、絞ってるんですけど、まあ、炭水化物、タンパク質、まあ、脂質、いろいろ計算して、やってるんですけど、アボカドはこう良質な脂質なので、取りすぎなければね、非常にいいものだと思います。で、今日は割とこの動画の撮影のために脂質カットしてるので、食事の、ちょっとこれで、夜晩酌の方で多めにちょっと取れてると思いますね。ああ。いや、美味しい。いや、ほんと美味しいですね。今ちょうど、撮影してるのが8月の中旬なんですけど、上がる頃にはもうちょっと9月ぐらいになっちゃうかもしれませんけど。まあ、暑いですよ、ほんとに。ねえ。じゃあね、ちょっとね、動画外で、ゆっくり食べて飲んでいきたいと思います。はい、今日の晩酌の動画ですね。はい、アボカドのわさび醤油とバルベニーの、はい、バルベニー12年ダブルウッドのハイボール動画でした。よかったらね、モチベーションアップのためにチャンネル登録とグッドボタンの方、何卒よろしくお願いいたします。はい、ツイッターもやってますので、フォローの方お待ちしております。はい、ご視聴いただきありがとうございました。今回は以上です。バイバイ。